ゆうちゃみ、サンジャポで、答弁が、二点三点する、盛山精進文科省に、ダン、全部、嘘やん。TBS 系、サンデージャポン、日曜、午前9時54分は11日、盛山精進文部科学省が2021年の衆院選の際に、世界平和統一家庭連合、旧統一教会、の関連団体から選挙支援を受けた報道が衆院予算委員会で取り上げられたことを報じた。スタジオで選挙応援を受けたことなど教団との関係について野党側から追及された盛山氏の国会答弁が6日は記憶にない。覚えてないから7日にうすうす思い出してきたとなり、8日は記憶にございません。10回以上と2点3点したことを伝えた。これにコメンテーターを務めたタレントで、モデルのゆうちゃみこと古川優奈は全部嘘やんって率直に思ったと明かした。さらに、今、こうやって嘘ついても、後々バレるってことは思わんかったのかな?とか思いましたと指摘していた。